今日のお店は三重県赤堀にあるとんかつとんてき高倉さんです。こちらで食べてもらいたいのが名物とんてき。四日市とんてきの特徴は大量のニンニクです。この店の豚肉は脂の乗った霜降りロース肉を使い、大量の千切りキャベツを上から、青森県産のニンニクを使ったガーリックソースをたっぷりとかけたインパクトのあるとんてきになります。タレは見た目よりもさっぱりしていて、キャベツもふわっとしているので、どんどん食べ進めてしまい、ニンニクも国産なので甘みがありホクホクしていてとても美味しいです。ポテトサラダに味噌汁と漬物もついています。とんてきを食べるならおすすめのお店です。ぜひどうぞ。エビでした。